あ、皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました環境省の鎌形でございます。どうぞよろしくお願いいたします。あの昨日、えー、気候変動情報あのプラットフォームあ気候変動適応情報プラットフォーム開設させていただきました。あの最近台風が変です。あの、やっぱり日本のあの近海でどんどんあの発達すると、まあ過去に例を見ないようなそういう状況です。 あの海面の温度が高いと台風が発達するということですけれども、何度か1、2度、この日本近海、平年より高くなっているようですし、それも表面だけじゃなくて、少し深いところまで水温が上がっていると、こういうような状況、非常にそして台風が発達もするし、また動きも妙な感じになると、こういうような状況、私たち、非常に心配しています。 き今日は昨日、解説いたしました気候変動適用情報プラットフォームその解説に至ります背景などについてご紹介したいと思いますそれではまずです、ね、地球温暖化そのものについて皆さんご承知のところが多いと思いますけれども簡単にちょっとお話をさせていただきたいと思いますこの今見ていただいているグラフですけれども地球表面の 大気の CO2 濃度の推移ということです、こういったグラフ、たくさんいろんな方、ご覧いただいていると思いますけれども、このグラフは、いぶきという、環境省が観測のために使っている衛星でございます、これでもって、衛星から地球表面の CO2 濃度を測ると、こういうことでのデータの推移ということですけれども。 昨年の12月には 400ppm というものを超えました、いわゆる産業革命以前はあの 280ppm、私たちあの小学校の、あるいは中学校だったですか、あの、えー、教科書で二酸化炭素の濃度と言って、確か0.03%、まあ、こういうようなあのことで学んだかと思いますけれども、そういうものからかなり大きな。あの ノートになっているというのが今の現状ということであります。それであの気温の上昇それに伴う気温の上昇ということでございますが、今ここでご覧いただいているのが、えー、日本でのまあ年平均気温のあのまあごとまあ各年あのいろいろと動きが上下ございますけれども、まあ百年あたりでまあ一点一六度 C あのすでに上がっているとこれはもう事実としての情報ということであります。これがまあ世界的にどうかということなんですけれども、えー、っと。 ちょっと次のこのグラフ、あの少し、えっと、動き始めるんで見ていただきたいんですけれども、円があの書いてありまして、えー、1850年からの世界の月別の平均気温を、まあ、ぐるぐると回して、古いところから新しいところに、あのまあ、絵が写ると、こういう円になっています。これあの、実はちょっと皆さんすでに、これ、ご覧いただ最近ご覧いただいたことがあるんじゃないかと思うんですけれどもあの、リオのオリンピックの開会式。 その中で、まあ、この映像が出されていたということです。であのちあの中心から離れずにつれて、気温が高くなっていくということであります。今、動いているのがご覧いただいて分かりますように、だん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 あのその輪っかが外に広がっていきますが、近年、その広がり方の度合いが非常に高まっていると、こういうようなことで、まあ、リオのオリンピックの開会式も取り上げられて、まあ、世界みんな心配していると、まあ、こういうようなことだということだと思います。そしてあのこういった、 あのえー、気温が高まっていくということに関してですね、まあ、実際、じゃあどういう影響があるんだということです、まあ、ここからがまあ適用のための、あの適用の必要性ということが出てくるわけですけれども、いくつかこれ、日本の例として、これ、すでに出ている影響というものを挙げております、まあ左が。左上にありますのが、えー、と米です、ちょっと見にくいかもしれませんが、でも米が白く濁ると、品質が落ちると、まあ、こういうことは現に起きている 下は、先ほど大臣の挨拶の中で、文衆みかんとみかんという言葉があったかと思いますけれども、このみかんもあの皮と身が離れてしまう、そういうような品質の低下というものが現実に起きていると、それからあのまあ異常気象、災害の部分ございます、それから、例えば熱中症みたいなものです。ここに挙げられているグラフは熱中症で あの救急車で病院に運ばれた方の数ですけれども、あの過去に比べて近年あの非常にあの増えていると、こういうようなことがすでに起きていると、まあ、こういうことであります。これがそのさらにあの温暖化が進んでいった場合どうなっていくかということでございますが。 えっと次の,あの図表ですが、これは世界での,その今後の予想でございます、今後の予測ということです。この絵自体は IPCC の報告書にあの掲げられた図表ということですけれども、将来的に世界の平均気温どうなっていくかということであ、あまり対策を取らずに、今のトレンドで進んでいきますと、最大 2010年にまでに2.8度と上がってしまう、まあ、こういうことがあります。それからもう一つはあの非常に厳しいあの政策を取っていった場合にはこのラインまああの、えー、まあ2度より下まであのにあの全世界全体でまあ平均気温が2度に以上上がらないまあ2度未満に済ませるとまあこういうようなあの。 こともまあ厳しい対策を取ればまあまあ考えられるシナリオということになります。でこの時であの今実はあの先ごろあの。 まあ合意されました。あの世界でのあの温暖化対策のその合意であるパリ協定では、全体の気温をまあ2度 c より十分低く保ちましょうと。とまあ、こういうような目標を掲げられています。まあ、それ大変なことなんですけれども、そういうものをあの達成していったらどうなるかってことなんですが、これ右側にそれぞれのあの気温のあの上昇に対応した。 まああの主な影響が抱えられています。それであまり対策を取らなかった場合、3度 C 上昇っていうことにしますとですねありますと、まあ大規模不可,不可逆的な氷霜、まあ氷ですね、氷霜のあの消失によって海面上昇のリスクが高くなると、まあこういったような非常に大きな影響が考えられます。それでじゃあ2度 C 以内に抑えて、先ほどのパリ協定の目標である2度 C 以内に抑えて。 たということなんですが、それでもこう一度死んだところもご覧いただきたいんですけれども、やはりあの極端なあの現象が起きると、熱波でやれますとか、極端な洪水とか、沿岸域の氾濫、そういったリスクが高くなるということがあります。そういうい意味であのすですに 気候変動の影響は、まあ、先ほど日本の例をご紹介しました出ていると同時に、今後、私たちがかなり厳しい対応を取っていっても、それなりの影響が出てくるということが言えるということであります。で次あの、先ほどは世界全体での,あの気温と影響の関係を図表で示したものですけれども、ここにはあの我が国における気候変動の将来予測というものを挙げています。ここもあの左側が厳しい対応を取った場合あの 右側は排出ガスが多い状態が続いた場合ということでありますけれども、ここにありますように、平均気温が、 左側のケースですとあの、まあ、平均的に1.1度上昇あるいは右側のですと4.4度上昇それからあの真夏日というものが増,増えていきますあの左側の厳し,いケース厳しい対応を取ったケースでも約10日そして右側あの約50日、まあ、こういったような影響があの大きく出てくるということであります、まあ、あと次の,あの絵ですけれどもこれはのやはりその海面の,あの 上昇ということもありまして、あの高,高波、高潮のリスクが増大するということです。 この絵は、仮に海面水が80センチ上昇した場合に、ゼロメートル地帯がどう拡大していくかというのを示したものですけれども、これが東京、それから愛知、それから大阪ということで示しておりますけれども、こういったことでもって、高潮により水害リスクを有するエリアが拡大していくということが想定されるということです。それで、こうしたことへの対応ということでございますけれども、もちろん、気温の上昇を抑えていくというために、 温室効果ガスの排出を抑制していく、削減していく、こういった対応がまずは求められるわけです。これがいわゆる緩和というものです。これがまず緩和というものでございますけれども、先ほど申しました、ただ厳しい対応を取っていっても、一定の影響はどうしても避けられない。つまり、厳しい対応を取って、基本上世界の基本上、昇を2度し以内にとどめても、大きな影響が出てくるということでありますので、私たちとしてはその影響に対してですね、 あるいは人間社会として対応していく、まあ、適用というようなあの対応が、必要不可欠なものになってくる、まあ、こういうことであります。それで、あの先ほど来出てきました、いわゆる COP21 でパリ協定というものが採択されています。このパリ協定自体はあの、まあ、途上国も含めあの 全ての国が参加する。まあ、あの初めての枠組みということで、画期的なものであるわけであります。そして、先ほど申しました。あの世界全体のその？ 気温を2度し以内に収めていこう、あるいは1.5度に抑える努力もしていこう、こういったような大きな目標でありますとか、あるいは先ほど言う緩和、温室効果ガスの削減ということで、各国、目標を出し合って、それをしっかりと進めていこうと、こういったことがございますけれども、こちも赤く囲った部分、ちょっと遠くからだと字で読みにくいかもしれませんけれども、いわゆる適用ということも大きな柱として掲げていると。 まあ、適用に関して、まあ、長期の目標を設定しましょうとか、あるいは各国がその適用計画とか、まあ、行動を実施していきましょう、まあ、こういったようなことが協定としてあの合意されているということでございます。まあ、こういった中であの、我が国としてもしっかりとものを進めていくという必要があるわけです。それれででで次ですけれどもあのあの我が国でのその適適用用計画適用へのその 対応の進み具合ということでありますけれども、先ほど大臣から昨年の,昨年の秋に、政府全体として適用計画を策定したというようなお話をさせていただきました、もちろんその計画を作るまでにで、当初、一番初めはですねやはり専門的な見地から、気候変動の影響がどういうものなのか、そしてリスクがどうなのか、影響とリスク評価と。 というものを議議会で議論ししててまとめてきまめきたそういった気候変動の影響、リスクに関する知見を踏まえて、それぞれの政府全体でどうしていくべきかという計画を、環境省だけじゃありません、国交省、農水省、今日はあは国交省さん、農水省さんにもお話をいただくことになっていますけれども、政府全体で協力して、どうやって取り組んでいくかということについての計画を作ったということであります。 で今ちょっと非常にあの読みにくいというか、細かいあの表が出てますけども、これは先ほど申しました。気候変動の影響、あるいはリスク評価をこれだけの項目にあたってしたということです。全部でこれ57の項目になっています。あの字では読みにくいですが、農,農業です。とかあの？ 水資源ですとかあるいはあの河川とかいろんな項目についてあの掲げてあります。それであのここに3つの丸丸があってまあ、赤く3つ丸がついているところがあるんですけども、まあ、ことの重大性はどうなのかあるいは対応の緊急性はどうなのか。 そしてこういった情報の角度、確信度はどうなのかということについてそれぞれ評価しました。で、この一番あの上にありますように、三つ丸がついているところではそれぞれ三つ赤丸がついているっていうところがまあそれぞれあのまあ、えー、重大性あるいは 緊急度、そして、えー、革新度、こういったものが高いというものを集めたものですああ掲げたものです。まあ、ここで挙げられている中では、結局農業部分、稲とか果物ですね、そういった部分への影響、それから、えー、河川とか沿岸とか、いった、まあ、水害、災害への影響ですね、それから暑さ、これ暑熱と書いてます、暑さ、健康への影響、こういったことについて、あの非常に。<coughs> 重大性あるいは緊急性確信度が高いというようなことになってます。まあ、政策的にもプライオリティが高くなる部分ということであります。まあ、そういったものに対しまして、あの気候変動のあの影響についての適応計画ということで立ててまして、まあ、ここにま同時、のその基本的な考え方があります。けれども、もまあ、被害を最小化回避してまあ、迅速に回復できるようなそういったような。 持続可能な社会を作っていこうというコンセプトのもとに、ここに左にいくつか項目がありますけど一番重要なのが、政府の各種施策への適用の組み込み、農業政策。 あるいは、防災の政策に関しまして、適応、あの、気候変動の影響はどうなのか。そして、そのための適応策としては、どういうものが適切なのか。そういった、あの、各種政策へ適用を組み込んでいく、これが重要なことだというふうに言われています。そのために必要なものは科学的知見であり。そして、そういった科学的資金に基づく気候リスクの情報というものを、まあ、共有していく。まあ、政府が提供して、国民に教育していく。そして。 地域での適用も推進していく、そして国際的な貢献も、協力貢献もしていく、まあ、こういったことを内容として、まあ、下の方に各分野あの、ございますけれども、こういったことについての,あの政策をあの掲げた、これがあの適用計画でございます。それで、あのちょっとこのあといくつかあの項目ごとにです、ね、これはあの農業系への影、農業あるいは水産業への影響です、米やりんご、そして下の方はあは、イカの取れるあのところがです、ね、だんだん限られてくる、まあ、こういったようなものとかですね、あるいは、 産後の発火の状況、生態系ですね、それから次、あの、えー、あの災害のが、があの激しい災害が起きやすくなるとか、あるいはあの健康への影響ということで、まあ、その暑さによりまして、えー、熱中症などが増えていく、まあ、こういうようなことについて、それぞれすべてあの、計画の中で取り上げて、各省が取り組むべき政策というのをまとめたというのが適用計画です。ちょっと今日はあのののの時間の関係でああ紹介をあの 省略いたしますけれども、そういった中でそのでその中で地権をしっかりとあの固めて、そしてえ国民 に提供していく、そういう意味でまあ、情報の整理ということが大,大切なわけです。それで、まず、あの地方公共団体での取り組みモデル事業という形で取り組んでいただきました。今日は埼玉県さんからもお話がいただけると思います。私どもとして地方公共団体であのて、あの適応関係の情報の収集とか、あるいは影響評価とか、そういうものについてのあの行われる場合のあの。 まあ、バックオップをして、まあ、下にございますようにあの、適応に取り組む自治体の,あの方々、非常に増えているということでございます。後ほどまたお話をお聞きいただければと思います。そういったここととを受けてて私どもとしてこれはあの 先ほど来あのあのご紹介しております、気候変動適応情報プラットフォームを昨日、立ち上げたということでございます、まあ。全国レベル、あるいは都道府県レベルの情報を取りまとめてえ提供していくというようなことを主な内容としているものでございますけれども、後ほど総合討論の中であの、国立環境研究所の非常加先生から詳細にご紹介があろうかと思います。でこの プロットフォームの狙い、これだけご紹介しておきたいというふうに思います。情報収集、整理、提供ということです。先ほど、影響を評価して、気候リスクというものを評価していく、そしてそれを活用して対応していくということが必要と申し上げましたけれども、関係府庁長と連携して、気候関連のリスクの情報というものを収集し、体系的な整理、提供を行ってこれが大大きな目標です。そそしてれれぞれの行動支援 をしていくと適用行動支援ツールの開発ということで都道府県レベルの、まあ、気候リスク情報あるいは地方公共団体での支援ガイドラインというものをあのー。 提供していくそういうことで、まあ、地方公共団体あるいは事業者の方々にも情報を提供してその行動をあの応援していくということがこの役割だというふうに考えていますそしてま普、あ、及啓発人材育成ということであのポータルサイトやシンポジウムなどを通じまして、まあ、国民一般の方々に対しても普及啓発を満たすとともに、えー、気候変動の影響や適応に関するあのー な知識を有するそして実践できる人材というものを育成していくまあ、こういったことを取り組むために今回の情報プラットフォームを立ち上げさせていただいたということでございますまあ、こういった取り組みを通じましてあの気候変動への適応の取り組みまだまだ国として十分なところではございませんけれどもしっかりと情報科学的に情報を集めてそれに基づく対応を立てていくそしてそのそれに基づく対応地域レベルあるいは事業者も含めて実践していくまあ、そういうような取り組みを私たちとして進めていきたいこのように考えているところでございます 私の方から、あの気候変動適用情報プラットフォームの立ち上げの背景などについてご説明させていただきましたどううもありがとうございました。